こんばんは。リサーチサーフ、ヒデの波乗りラジオ。全国の離岸サーファーに送る波情報ラジオです。この番組では、本日の波情報の振り返りと、明日の波予想をそこに一言付け加えて、いつも大体10分ぐらいでお届けしてますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日はですね、耳が聞こえなくなってもサーフィンはできてしまうのかっていうところですね、お届けしたいんですけどもですね、耳が聞こえないってね、話をくれたね、読者さんがいたんですね。目があれば、メルマガは読める。逆にね、目から情報がね、スキル、情報でね、があるんでね、まあ目からの情報しかない。なので、スキルが高いっていうのがね、あるかもしれないですね。そう。週末にね、海に入っていた時のことなんですけども、夕方にサクッと入ろうかなと思って海に着いて、でその日はもう次の日が民宿に泊まる感じだったかな、うん、だと思ったんですけどね、そうやってね着いて、でとりあえず海に入ろうかなと思ってね、ちょっとね天候がねよろしくはなかったんですけども、はい、ね、入ったんですよ。そうなので、ただ波もそんなに良くなかったんですね。良くなかったんですけど、ちょっと潮がね動いてたんで、ただあんまり良くなかったんで、すぐ上がったんですね。で、海見ながら歩いたら、なんかできそうだなってね、場所見つけてね、少しだけ入ろうとね、思ってね、入ったんですね。そう、ここはね、特有の掘れてる波のエリアだったんですね。掘れすぎが多いんですけどね、そうなんですよ。よく掘れすぎててね、ボードぶつけたりとかよくしてましたけどね。そうなんですよ。少しね、楽しめて雲行きが怪しくなったので上がりました。結構ね、なんかね、嵐になりそうな感じでしたね。まあ、その時にね、不思議な出会いがね、あったんですね。そう、その方なんとね、もしかすると、耳が聞こえないサーファーかもしれないんです。でも、サーフィンはできるんですね。すごいですね。うん。これはね、後半お届けしたいと思います。それではですね、本日、波情報ですね。全国波情報、本日の振り返りからですけども、台風からね、温帯低気圧に変わりましたね。変わりましたよね。うん。ですけどですね、そしてね、東の、関東の東ですかね、関東の東に、今、あるっていう形ですけどね、東の海上に、関東の東の海上に進んでる感じですね。で、暖かい湿った空気がね、低気圧が運んできたので、朝はね、濃霧でしたね、千葉ね、濃霧の千葉でした。今はね、雨、風、吹いてるのかなって感じはしますけどね。結構そう、濃霧だからね、風、朝一はなかったんじゃないかなと思いますけどね、波情報見てもね、視界不良のため分かりませんみたいな感じになってましたよね。珍しい感じはしますけど、いやでもね、やっぱりね、湿ったね、暖かい湿った空気をね、低気圧が運んできたっていうのが、まあ今言いましたけどね、その影響でしょうね。うん、温暖化がね、すごいね、あったのかなと思います。日本海側、うねりが届きませんでした。太平洋側は西から安定してうねりを供給してくれています。風はその温帯低気圧か。温帯低気圧の周りで気になるエリアが多かったですね。では、明日の波予想ですけど、明日もね、温帯低気圧はね、北と南にある高気圧に挟まれているので、停滞気味にね、徐々に関東の東から北上していきそうですね。うん、新たに大陸から低気圧が九州エリアへ移動してきそうです。うん。まあ、別の低気圧がね、で、日本海側はね、明日もね、我慢の時間帯になってしまいそうですね。太平洋側は温帯低気圧からの、そう、
から、温帯低気圧からのですね、さらに拡散されて、広がりそうですね。風は温帯低気圧が停滞気味なので、かかる、エリアは強めかなと思いますね。その温帯低気圧がかかるエリアは強めだと思います。というところで明日のデモトゥサーファーエンジョイレベルはね、星 3.5 にしようかと思ったんですけど、星4にしてみました。風がね、徐々に西から弱まります。で、波のサイズは、うねりが拡散されて、さらに広がりそうなので、風も穏やかで、サイズが上がって、良いコンディションを期待してます。というところですね。本当は 3.5 にしようと思ったけど、4にしました。ということですね。はい。それでは今日の一言ですけど、その、掘れる波がある場所でね、入ったら、そうなんですよ、別の場所でね。さっきまでのエリアは、腰ぐらいのサイズだったんですね。セット腰ぐらいでしたが、このエリアはね、胸以上あってね、掘れるから余計にでかく感じる感じですね。そしてね、掘れるから乗れる人は限定的なので、戦争じゃないや。まあ競争ね。競争もなく乗れる。でもね、雨風強くなっている。雨も降ってきたって感じですね。軽く入って上がろうと入ったんですね。で、人数も 4,5 人かな。で、このエリアのね、ベテランさんかなって感じの動きでね、慣れてる方たちでしたね。その方たちに混ざって波乗りしていたらいきなり掘れるんで、譲ったりの判断も、ね、迅速に行わない。一緒に分かります。なのでね、隣の方とはね、アイコンタクトでしっかり確認してましたね。その時に隣にいた方が、やけに自分と目合うなぁなぁって思っていたんですね。でもその時は何もなく、何もなくというかね、いきなり天候がね、悪化したので、みんなすぐに上がったせいなんですけども、次の日に LINE が来たんですね。で、LINE のやり取りなんですけど、で彼がね、いつも配信お疲れ様ですって言って、昨日の夕方にすぐ横にいたものです。風、急にね、やばくなり、砂嵐、半端じゃなかったですね。ってことでね、自分はね、そうなんですってお声掛けありがとうございます。あそこは掘り上がるのが面白いですが、それとね、一緒に危険ですよね。って。はい。で、彼がね、返事ありがとうございます。で、エリアね、エリアはちょっとね、内緒にしておきますけど、丸々正面にチビテトラ左で勝手に前進させていただきました。自分、耳が聞こえないのですが、声かけられない、かけられなかったです。耳が聞こえないんでね、声かけられなかったです。で、次お会いしたときは、会話噛み合わないかもしれないですが、挨拶させていただきます。という形でね、言っていただけましたよ。で、自分はね、そうなんですって、そうなんですね。耳が聞こえないのにサーフィン、すごいね、すごいですね。風に、ね、音による情報も必要なので、ね、十分気をつけてくださいねっていうところでね、彼はありがとうっていう形でした。そうなんですね、まあ、ここまではね、 LINE やりとりとかね、お届けしました。でそこにいたね、数人の方とね、目があったんですけど、誰かなって感じはありましたね。まあ彼じゃないかなっていう方は分かったんですけど、本当にね、彼かどうか分かんない。どの方かはちょっとね、はっきりとは分かりませんけどね。後で LINE をくれてね、今度声かけますって話してくれて、そんな方がね、頑張っている、楽しんでいるのかって思うと、やっぱりね、こっちもね、嬉しくなりますよね。こっちも頑張って配信もね、しないと、情報届けないとって、思ってしまいました。今度あったらね、ぜひね、声かけてください。耳は聞こえないですね。耳が聞こえない、その分ね、やっぱりね、目からの情報っていうのはね、かなり発達していると想像できますね。そう、パラリンピックではないんですが、足がない方などの、ね、努力量とか、
半端ないですよね。そう、全部動く、使えるから生地甘えちまうっていうのが自分の人間だと思うんですね。だから怠ける、明日でいいやみたいなね、形ありませんかね。ありますよね、なんてなりますよね。どうですかね、リスナーさんはそんなことありませんか。なのでこの方からね、万が一そうなったとね、仮定してもっと一生懸命生きないと、もっと一生懸命サーフィンに打ち込んで成長しないとっていうね、危機感を常にね感じないといけないですよね。そう思わされました。本当にありがとうございます。自分もね、そろそろサーファーズイヤーになりそうなところもあるんですけどね、悪化しては来ているので、そうなった時のためにもね、そうならないとしても今できることっていうのをね、一生懸命行っていこうと思います。本当ね、励みになりました。でもね、はい、ありがとうございます。ぜひね、今度ね、お会いしましょう。というところでね、今日はここら辺で終わりだと思います。それじゃあ、明日、海に行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。